こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。だんだん暖かくなってきますよね。今年浴衣を着たいなとか、初めてちょっと挑戦してみますという方もね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今日は初めて浴衣を着ますとか、あまりほとんど浴衣を着たことがないという方が、この動画をご覧になってお稽古していただいたら浴衣が着られるようになる、そんな動画をお届けしていきたいというふうに思います。浴衣あんまり着ないのよね、ちょっとブラッシュアップしたいなという方にもお役に立てる動画だと思いますので、ぜひお役立ていただければなというふうに思います。浴衣というのは着る工程を9つに分けてお話をさせていただきますね。その前に浴衣を着るのに必要なもの、まずお話をしていきましょう。まず浴衣必要ですね。それからお腹周りを留める紐、皆さんお手持ちのお道具それぞれだと思います。こういう腰ベルト、あるいは腰紐、どちらでも大丈夫です。胸元を留めるためのもの、腰紐、まあ胸元を留めるので胸紐と言ったりもしますけれども、こちらの、まあ、腰紐、胸紐、それからこちら側、後輪ベルト、ベルト状になっているものですね。後輪ベルトを使っていらっしゃる方は、長さを長襦袢のサイズに合わせていただいたものを使うといいと思います。後輪ベルトの長さの調整のお話をしておきましょう。留め具と留め具を除いた、ここのゴムの端からこちらのゴムの端というのが打ち方幅だといいというふうに長襦袢の長さのゴムは言われています。つまり打ち方幅ってどこかというと、この脇から上がったところ、脇から上がったところが打ち方幅なので、このゴムの端からゴムの端までが打ち方幅になるように調整をしてくださいね。で、一番最後に襟合わせが終わりましたよって言って、この辺を最後整えるわけですけれども、そのために必要なものが伊達締め、それから帯板、こちらが必要になります。帯板ってこんな感じのものですね。私自身はこういう前結び用の帯板を使っています。この前結び用の帯板っていうのは、伊達締めと帯板の機能が一緒に1本で叶うものなので、これを使う場合は伊達締めと帯板ではなくて、この帯板一つで用をなすことができます。まあ、お使いのお道具それぞれだと思うので、お手持ちのものでぜひお試しになってみてください。今私の状態を、ちょっと内側の状態をね、お話ししておきたいというふうに思います。和装ブラジャーをつけて、それからワンピースタイプの、カシュクールみたいな、ワンピースタイプの上下分かれていない一部式の下着をつけて、それからお腹周り、こう補正パッドって言われる、もうちょっとこう着装すればこう補正になるというようなものをつけているんですけれども、浴衣を着る上では、和装用の下着というのはぜひね、お使いいただければというふうに思います。あまり着たことがないとか、初めて着ますという方は、ぜひお腹周りに1枚うっすら補正を入れておいていただいた方がお楽なんじゃないかなというふうに思います。補正というのは美しく装うために必要なものでもあるんですけれども、痛さを軽減させるためのものでもあります。市販されている補正パッドを使っていただいてもいいと思うんですけれども、まあ、何も持ってらないよという方が多いんじゃないかなと思うので、その場合はかなり薄手のタオルをご用意ください。こちら、こういただいた、こう銀行とかでいただくかなり薄手のタオルなんですけれども、それをこうやって半分に曲げて、これをお腹周りに巻いていきます。下着の上からですね、こういうふうにお腹周りに巻いていただくことによって、腰ベルトとか腰紐っていうのが体に食い込んで痛いというのを軽減することができます。こうやって留めますよね。そしたらこの上をどうするのかっていうと、腰紐で留めてもいいし、こうテープみたいなもので留めてもいいんじゃないかなというふうに思います。このタオルを使った補正をするときに重要なことは、できるだけこうやって空気を抜いていただくことが重要だというふうに思いますので、ぜひちょっとお試しになってみてください。ただお稽古しますとかっていう場合は補正いらないかもしれませんが、浴衣を着て長い時間過ごすのであれば、お楽になるためにあった方が私は体が楽じゃないかなと思っていますので、おすすめをしています。
それから和装ブラジャーのことちょっとお話ししていきましょう。そうですね、和装ブラジャーっていうのは 100% 皆さんにとって必要なものじゃないかもしれませんけれども、そうですね、Cカップ以上の方は和装ブラ、やっぱり綺麗な胸元を作るために必要なんじゃないかなというふうに思います。ブラジャー、洋装のものと和装のもの、まず美しさの基準が全然違うので、洋装のブラジャーというのは和装の時にはつけないでいただければと思います。洋装は体にメリハリをつけるの美しいというふうにされてますけれども、和装はできるだけ体を筒状にこう凹凸がないようにすると綺麗に着られるようになるので、ちょっと考え方の根本が全然違うんですよね。なので洋装のブラジャーはつけない、和装ブラジャーはできるだけ使っていただいた方が綺麗な胸元ができるんじゃないかなというふうに思います。和装ブラジャーをお持ちでない方、ご用意が難しいという方は、できるだけ体にピタッとしたような、例えばキャミソールをご着用いただくとか、さらしのようなものでこう胸元を押さえるように巻いていただいたりっていうのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。最近キャミソールでブラジャーをつけなくてもいいようなタイプのものというのが市販されてますけれども、あれは中にカップが入っています。カップが良くないんですよね、和装の時には。なのであれはつけないようにしておいていただければなというふうに思います。では早速浴衣を着る工程、9つに分けてお話をしていきましょう。1つ目、まず羽織っておおよその襟を抜く。2つ目、裾を決めて上前を巻き込んでいく。3つ目、下前を巻き込んで上前を重ねていく。4つ目、腰紐を結んでいく。5つ目、後ろのおはしょりを整える。6つ目、胸元を4ステップで整えていく。7つ目、襟合わせをしていく。8つ目、背中のシワを取る。9つ目、おはしょりをきれいにして最後帯板をつける。この9つの工程でご説明していきます。今上前とか下前とかおはしょりとか着物のね専門用語をお話しさせていただいてますけれども、実際着る段階になってはできるだけ言い換えたりとか別な言葉でもご説明するようにしていますので、どうぞご安心いただければというふうに思います。では早速一工程目からお話をしていきましょう。まず今下着をつけて補正をつけて浴衣を羽織ったというところですね。今浴衣羽織っただけなので、すごく体に馴染んでない状態です。体は立体、布は平面なので、立体の体に平面のものをまとうということは馴染ませていかなくっちゃいけないので、まず馴染ませるところをしていきましょう。浴衣、まあ、着物、浴衣に限らずですけれども、この襟っていうのはこういうふうにここでちょっと分離しているというか、かかっている襟というのがあります。これ掛け襟というんですけれども、この掛け襟と掛け襟をこうやって合わせて、まず右手でこの部分を持ちます。で左手がこの背中の縫い目、背中心というふうにも言いますけれども、これを両方持って肩にこうやって前後に動かしてなじませていきます。立体の体に平面の布をまとわせてなじませていく、結構ねこれ重要になってきます。そしておおよそこの襟、後ろの襟が着物あるいは浴衣は抜けて着るもの、女性はね着ていくんですけれども、このおおよその襟の抜き加減というのをここでおおよそ決めていきます。まあ、拳1個分ぐらいというふうに言われてますけれども、実際こうやって入れることはなかなか難しいので、おおよそこのくらいかなという分量を決めていただければというふうに思います。この掛け襟というのは、私和裁を時々習いに行ってるんですけれども、その和裁をの先生にいつも言われることが、とにかく左右対称につけなさいというふうに言われているので、掛け襟と掛け襟を持ってこうやって動かすというのは、およそなじませるだけじゃなくて、体の中心に、この着物、浴衣を持ってくるという意味でも、この掛け襟という部分を持っていますので、そのあたりもね、ぜひ記憶に留めておいてください。続きまして2つ目、裾丈を決めて上前を巻き込む。まず上前と下前のことをお話ししていきましょう。この体の左側、ここを着物を着るとき、これが上側に来るので、上前というふうに言います。でこちら体の右側のこの辺り、下側に巻き込んでいくので下前というふうに言います。
着物を着るときに、ね、上前とか下前って必ず出てくる言葉なので、ぜひ覚えていただければというふうに思います。で、皆さん浴衣、私と同じように今羽織っているだけなら結構床にしっかりつくぐらい長いと思うんですけれども、この裾は今床についてますが、浴衣っていうのは裾をねこうついている状態だと外を歩けないので、裾の丈をね上げていきます。ここをまずご説明していきましょう。掛け襟と掛け襟、ここ襟がかかっているところを合わせて、これね、やり方2つあります。1つ目、なんかこのくらい下を持ってよいしょってこうやって上げて裾丈を決めていく方法。それから2つ目がまた掛け襟と掛け襟を持って、こうやって布をギャザーを寄せていって、親指がこの脇の縫い目、脇縫い線って言いますけれども、脇縫い線まで来るところまでギャザーを取っていく方法があります。私は後者、ギャザーを取っていく方が好みなので、その方法でやっていきますが、お好きな方法でお試しくださいね。ではギャザーを寄せていきます。よいしょ、右も左もね、ギャザーを寄せていきましょう。そして脇の下のあたりのところまでバサッと持ち上げます。私ね、浴衣でも足袋をつけることが多いんですけれども、足袋をつける場合っていうのは床すれすれでいいと思いますが、足袋をつけない場合は、くるぶしがちょっと見えるかな見えないかなぐらいの長さがいいんではないかなと思います。このあたりは好みですね。そして、左側、上前の位置を決めていきます。先になぜ、外側に来る方を決めるのか、ここをご説明していきますね。まずこの位置を決めて、それから余ったもの、こっち側、右側が余ってますよね、ここを決めてから余った分を中に入れて着るというのが着物の着方なので、まずこの最終形を決めて、それから下側を中に入れ込んでいくというね方法を取りますので、まずここで上前、つまり左側の位置をおおよそ決めていきます。この左側、上前がどのあたりに来ればいいのかということをお話ししていきましょうね。こちら上前のその端側の布端、それからここ脇縫い線というのがだいたいももの上に、まあ、半分よりちょっと前でももの前に、ね、乗っているというふうに思っていただけたらいいんじゃないかなと思います。この布端があんまり向こう側に行ってしまったりするとちょっと歩きにくかったりとかするので、半分より必ず手前の方にこの布端が来るようにしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。自分のサイズに合わせて作った浴衣っていうのは、こう上前、つまり左側を合わせた時には、だいたいこの脇縫い線とここの布端がだいたいももに対して平行な位置に来るようにおよそなっていると思うんですけれども、まあ出来上がりのものを買った場合っていうのは大きいとか体のサイズに合ってないことがね多いと思うんですよね。その時はこの布端の位置がももの半分よりちょっと前ぐらいになるぐらい、ここを合わせて、それから余ったものとかっていうのをこの下側、下前を中に入れるというふうに着ていただいたらいいんじゃないかなと思います。今上前、つまり左側のこう体の前に来る部分が決まったので、中に入る右側、つまり下前を中に入れ込んでいきましょうね。一旦ここ上前を開いて、で下前、つまり右側を体の前にこうまっすぐ持ってきます。そして最後だけこの端っこ、まあ、L みたいになってますけれども、その端っこを少し上に上がるように、その端だけ上に上がるようにちょっと持ち上げてあげます。そして上前、つまり左側が体の前に来るようにこうやって持ってきますね。この時手がね交差して大変というふうにね思われると思うんですけれども、おおよそ左の肘が右手が押さえているところが持てるようになったら、右手を抜いてあげて、で最後ここのまた端っこですね、この端っこをちょっと上に持ち上げてあげます。これなぜ上に持ち上げるかっていうと、ちょっとねスリムに見せるためなので、ぜひ皆さんほんのちょっとでいいです、持ち上げてくださいね。そしてここしっかり右手で左側、つまり上前の布を持っておきます。まあ持つっていうより押さえるっていうより腰を握るみたいな、ガツッと
握るみたいな感じですね。そしてここ今シワが寄ってますけれども、シワをこうやって上に持ち上げてあげる。よろしいですか？で、皆さんお使いのお道具によって腰紐だったりとか腰ベルトだったりそれぞれだと思いますけれども、それぞれに分けてお話をしていきますね。まず腰ベルトいきましょう。腰ベルトをまず右手に持たせます。およそね、半分ぐらいの位置を持って、その位置を右手に持たせる。そしておへそのおおよそ上を通って後ろで交差させて、体の前でパチンと止めます。続きまして、腰ひも結び方お伝えしてまいりましょう。右手にこうやって腰ひもを持たせます。そして体の前、左手、おへその上を通って、で後ろで交差をさせます。よいしょ。ここしっかりね、ギュッと。そして体の前で結んでいきます。腰ひもっていうのは体の、上半身の動きと下半身の動きを分断させる、すごく肝心なお紐になるんですね。痛いほど止める必要はないんですけれども、緩いと着物が必ずこう崩れてしまうので、ある程度の力で、結ぶということが必要になります。で、これ今体の前で重ねてますけれども、これ今体に通っているこの部分も含めて、よいしょ、こうやって結んでいきます。で、ここで蝶々結びしていきますね。これ余っているところ、よいしょ、この中に入れていきます。以前腰ひもの結び方というので、こうちょっと特化して、動画をご紹介させていただいたことがあるので、腰ひもちょっと結び方よくわからないなという方は、よかったらその動画をねご覧になってみてくださいね。で、ここ皆さん穴が開いておりますけれども、この穴、宮津口というふうに言います。宮津口に手をこうやって入れて、おはしょり、後ろのね、おはしょりを整えていきます。おはしょりって何だろうっていうふうにね、思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、説明をしていきますね。着物っていうのは、まあ浴衣もそうですけれども、マイサイズというか自分のサイズにおおよそ合わせて作ったものっていうのは、自分のこう浴衣のこう丈、着物の丈っていうのは、およそ自分のご身長分で作ることが多いです。でも浴衣の、あるいは着物の着るときって、頭の上から着るわけじゃなくて、ここからこう着ていきますよね。その余りの分をこの辺りでこう余らせる部分というのが、おはしょりというふうに言います。なので、この辺りがこういうふうに重なってるじゃないですか。この部分をおはしょりというふうに言います。おはしょりは前のおはしょりと後ろのおはしょりが両方ありますよね。今から後ろの余りの部分、つまりおはしょりを整えていきます。着物とか浴衣っていうのは、多少身長が違っても女性の場合は着れるんですけれども、この着られるというのは、おはしょりのがお仕事をしてくれているから、おはしょりが調整をしてくれているから、多少身長が違っても着られるということにもつながりますね。はい、ここの穴、宮津口と言います。宮津口に右と左の手を入れて、動きとしてはですね、こういうふうに右も左も内側の動きとしてはこういうふうに同時に動かすんですけれども、こういうふうな動かし方をします。手がこういうふうにパチッとなっているので、私たちよく手刀というふうに言いますけれども、こういうふうにして手刀を切るように後ろのおはしょりを整えていただければというふうに思います。穴から宮津口から手を入れて、ここしっかり背中心あたりに指を突き当てて、体の前までこういうふうにしっかり手を動かしていきます。体の前までっていうと、どのくらいかっていうと、左からちょっと手の動きをお見せしますね。こういう感じで動かしています。ちょっと右手の動きいきましょう。こういう感じで手を動かしています。ちょっとこの辺がね、すごくシワが寄っちゃったなという場合は、このタイミングとかでちょっとね、寄せてあげてもいいと思いますよ。でも、おはしょりで見えなければ、まあそんなに気にされなくてもいいと思います。そして、後ろのおはしょりを整えるとき、着物を着たときにおおよそ後ろの襟を決めたじゃないですか。それがここで完全に後ろの襟の抜き加減っていうのを決めていきます。
こうやって後ろのおはしょりを整える段階で、ここ好きな感じの後ろの抜け方、ここで作っていただきます。さて今度は体の前のこの胸元あたりを整えていって、ここのおはしょりを整えていきます。襟元4ステップ、まあ、つまり4回のステップで整えていくわけですけれども、その時の力の向きをね、気をつけてくださいね。まずこのお袖を通したままの状態で、ここの穴、ここの穴の名前何でしたっけ、宮津口に手を入れて、かなり高い位置でこのくらいで持ちます。で逆側、右側はそのままの手位置、そのままのもう穴とかを通らず、外側からこうやって襟を持っていきます。力の向きはこうやって横に引っ張っていきます。実際本番をする前にちょっとエアーでやってみますね。4回のステップに分けていきます。1、2、3、最後4、こんな感じで襟元を4回に分けて整えていきます。いきます。左手は手そのまま通したまま、ここの穴を通って高い位置に襟を持ちます。そして右側の手、外側から襟を持ちます。4つのステップで、そして力の向きを気にしながら行っていきましょう。1、2、3、最後4。この4ステップすることによって、この辺の胸元周りっていうのがこう少しね、体に沿ってくれるようになりますね。で続きまして襟合わせをしていきましょう。襟合わせするときには、今ここ後ろの襟が決められているので、前に引っ張らないようにね、注意しましょうね。襟合わせをではしていきます。襟合わせっていうのは自分の体をね、基準にしていきます。喉のくぼみ、トップバストをこうやって通って、襟が通っていきますね。でまず胸紐からご説明していきます。で今右手をしっかり押さえながら、逆側も左右対称になるように、喉のくぼみ、それからトップバスト、襟が越えていきます。そして左の肘でこうやって押さえてあげて、右手が胸紐を取りに行きます。そしてよいしょ、この辺のシワを取りながら、胸紐でこうやって留めていきますね。ここギュッと結ぶっていうよりかは、2回ぐらいかけて、私はもうこの中に重ねていってしまいます。後から伊達締めとかを使うので、もうこのくらいで十分じゃないかなというふうに思います。では後輪ベルトの使い方、お話ししていきましょう。襟合わせは喉のくぼみ、トップバストをしっかり通る、先ほどの胸紐と同じですね。でここまで来たら後輪ベルトを持って、この穴のところ、宮津口から入れていくんですけれども、どこを止めるのか、こちら右側、つまり下前側の襟を止めていきます。ここ穴、宮津口から通って、ちょうどこの辺の延長線上ってことですよね。アンダーバストあたりで後輪ベルトをパチンと止めていきます。そして背中まで持ってきて、この段階で全然引っ張ってないです。ただ左手を持ってるだけで、右手はこの下にこうやって手を入れて、このあたりおはしょりをきれいに整えて、右側が後輪ベルトを持ってくる。そして左側の襟も左右対称になるように、喉のくぼみ、それからトップバストしっかり越えて、またアンダーバストでこうやってパチンと止めていきます。続きまして背中のシワの取り方、お話ししていきましょう。これは胸紐を止めた場合でも、後輪ベルトの場合でも同じことなので、合わせてご説明させていただきますね。胸元を止めたということは、つまりこの辺にシワが寄っているということになりますので、このシワを取っていきます。まずここ背中心を引っ張っていくんですが、背中心って背中のこの縫い目のことですけれども、ここを引っ張っていくとき、つまみ方、横でねこういうふうにつまむんじゃなくて、こういうふうに縦につまんでいただきます。これが NG、これが OK、 正解パターンになります。で右左と分けてシワを取っていきます。この中に指を差し入れて、左側のシワは左手で、右側のシワは右手で整えていきます。背中のシワ取れましたでしょうか。
そしてこのあたりのねちょっとシワをね寄せていきたいというふうに思います。着物だといろいろね細かくお話ししたりもするんですけれども、浴衣はまず着て楽しみたいですよね。あと布に張りがあるので、ちょっと着物より簡易的な方法をお伝えしていきたいと思います。帯を結ぶときもこの辺って着物だったらお太鼓帯を締めてしまったら見えないんですけれども、浴衣の場合半幅帯という帯を締めることが多いのでこの辺見えちゃうんですよね。なのでこうやって左側はこう脇に向かってシワを押し出していきます。右側もこうやって脇に向かってシワを押し出していきます。でここら辺りで余らせたシワのこうたるみっていうのが集まってくるので、こちら側のシワをこうやって上に覆いかぶせるイメージです。この辺のシワもこうやって伸ばして上に覆いかぶせるイメージ。今度はこちら側。こちら側はこうやって指を差し入れながらシワをちょっと下に落としていきますよ。この辺のね。そして寄せたシワをこう中に入れていって空気を押し出していくイメージで行っていきます。ポイントはここ中にシワを収める、中にシワを収めるという感じで作っていただければというふうに思います。では続きまして、伊達締めと帯板の場合、それから前結び用の帯板の場合、2つに分けてお話ししていきます。まず伊達締めいきましょう。伊達締めのお仕事はこのね決めた襟元をキープさせるためのお仕事になります。こうやって胸元シワをこうやって下に滑らせて後ろで交差をさせます。で後ろ交差させてギュッと引っ張る。この時伊達締めこうやって後ろをね折ったりすることもあるんですけれども、とにかく伊達締めの役割はこの辺をきれいに留めてあげることなので、背中の伊達締めっていうのは多少ぐちゃぐちゃでも全然問題ありません。まずは胸元を留めるというお仕事をさせてあげましょう。ではこの伊達締めを2回ぐらいこうやってねかけてあげて、で余ったものをこの中に収めていきます。で胸元を留めたら必ずね背中にシワが寄るので、またここ中心を持って左のシワは左が、右のシワは右が、こうやって整えてあげます。手が届かないよという方大丈夫、ここねこういうふうに左手が持って右手でシワを引っ張る、逆側もこうやってシワを取ってあげてくださいね。そしてまたこの辺りしっかり空気を押し出していってあげます。で帯板をここで装着をしていきます。この体の前で止めるんですけれども、帯板回すときには襟と同じ方向でこうやって回すようにしてくださいね。続きまして前結び用の帯板をつけていきたいと思います。ここガジガジしているところ、マジックテープのところを持って左手に持たせますね。そしてこの内側が伊達締めの役割になるんですけれども、ここしっかり前持ってきてこうやって止めてあげます。伊達締めの役割も果たしているので、これを止めた後は胸元伊達締めで止めた時と同じようにこうやって背中のシワを取っていきましょう。右手と左手とね分けて取っていきます。浴衣の着方、これで終わりました。最後になりますけれども、なかなかね人が言ってくれないポイント、お話をしていきます。下着はラインとそれから色柄、ぜひ気をつけていただければと思います。結構ねこうやってお尻ショーツのラインが響いちゃったりするんですよね。なのでできるだけラインが響かないようなものを選んでください。シームレスのようなもの、シームレスの素材のようなものっていうのは響きにくいのでおすすめです。それから色柄、ご自分では思ってるよりも浴衣によっては透けたりとかしやすいものもあるので、ご着用される前にこのショーツで透けないかなみたいなのをご確認いただいたらいいんじゃないかなと思います。このあたり誰もねなかなか気づいても人にお伝えしづらい部分ですよね。ぜひご自分で気をつけてそのあたり下着選んでみてくださいね。本日は浴衣の着方ご紹介させていただきました。でも外に出るには帯結びも必要ですよね。浴衣には半幅帯を合わせることが多いです。浴衣に合うであろう半幅帯の結び方の動画を概要欄にいくつか貼っておきます。よかったらそちらもご覧になってお稽古してみていただければというふうに思います。
本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら高評価ボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったらこちらのチャンネルぜひご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。